VF-1 バルキリー、VF-1 バルキリー、VF-1 バルキリー、バルキリーは、マクロスシリーズに登場する架空の兵器。初出は、シリーズ第一作として1982年に放送が開始された、テレビアニメ、超時空要塞マクロス。ファイター、戦闘機とバトロイド、人型ロボット、両者の中間形態である、が多くの3形態に変形する。 可変戦闘機、バリアブルファイター、イコール VF。劇中では、主人公、一条輝きが所属する地球統合軍の主力機として登場し、敵陣営である、ゼントラーディ軍と戦う。以降に制作されるシリーズ作品でも様々な改良機、後継機が登場することから、これらの機体の始祖として扱われる。相性、ペットネームのバルキリーは、 北欧神話に登場する女性の半身、バルキューレ、の英語名。実在の試作戦略爆撃機、XB-70 から、作中で、VF-1 の愛称に引用された。デザインモチーフは、同じく実在するアメリカ海軍の戦闘機 F-14、14? トムキャット。以降の VF シリーズも、慣例的に、バルキリーと総称されるが、本項目では、 VF-1 とそのバリエーション機のみについて記す。メカニックデザインは以降のマクロスシリーズ制作の中心的存在となる川森正春。人型に変形するアニメのロボット兵器の中でも実在の航空機に近いファイター形態とそこから手足を展開したガオーク形態という斬新さから視聴者に人気を博した。当時のロボットアニメでは 主人公機は高性能で強いのが当然だったが、VF-1 は形状や色の違いこそあれ、基本的には大量生産された量産機であるという設定も斬新だった。物語や設定を一部変更した、劇場版、長時空要塞、マクロスアイ、覚えていますかでは、宮武和孝によって、ディティールアップをはじめとする設定のリニューアルがなされている。 根強い人気を持つ機体で、放送開始から28年が経過した2010年に、マクロスエースで行われた人気投票でも、VF-1J が3位、VF-1S が4位を獲得した。マクロスシリーズのメインクリエイターである、スタジオヌエの川森正春が、宮武和隆の協力を得て、約2年をかけてデザインした。原案は、 飛行形態を持つ変形パワードスーツ、つまり、衣服や鎧の延長線上の位置付けで進められており、初期デザインの、ブレストファイターまでは、アニメロボットらしい、角張ったデザインであった。しかし、当初スタジオヌエによる、ハード SF アニメ企画、ジェノサイダスを通すためのダミー企画として用意され、パロディギャグ色の、強かった、マクロスの原型となる企画が本命となったことに、 ともない路線が変更され、舞台となる宇宙戦艦、後のマクロスの腕部に用いられるのが本物の空母という設定になり、これに合わせてブレストファイターのデザインもリアル思考に転じた。そして両腕の収納砲を F-14 からひらめいたことをきっかけに、極めて現用機に近いフォルムの完成に至った。一般的に F-14 をモデルに、 ロボットへの変形をデザインしたと表現されることが多いが、実際はロボットからリアルな戦闘機形態を生み出したアプローチであったと言える。さらに、玩具の試作過程では、ジェノサイダスで日の目を見なかった二足歩行兵器、が多くのアイデアも導入され、かつてない三段変形のメカニックデザインが誕生することになった。しかし、完成したデザインも、スポンサー受けは悪く、飛行機と、 宇宙戦艦は、売れた試しがないので、やめてくれと却下される。困った河森は、渡辺義剣の協力で実際に変形する、モックアップを制作する。この出来が非常に良かったため、スポンサーからの承諾を得ることに成功する。VF-1 が変形することは、放映開始直前のアニメ誌、アニメックなどの記事で、ガーウォーク形態が発表されるまで伏せられており、 初放映時の第1話、第2話を合わせた1時間スペシャルの前半ラストで、リアルな形状の戦闘機形態から、ロボット形態に一瞬で変形するシーンが、板野一郎の作画で描かれた。なお、この1時間スペシャルのオープニングでは、ファイター形態から、バトロイド形態へ変形するカットが使われていない。この、リアルな戦闘機が、ロボットに変形するというコンセプトは、 続編やゲーム版などに登場する後継機種に受け継がれ、川森のライフワークとも言えるものになっている。スーパーロボット的なケレンミと、兵器的なリアリティという相反する要素を備えた VF-1 の変形機軸はロボットアニメのデザイン史上に画期的な功績を残した。SF アニメで初めて航空機を主役メカとしたのも本作である。さらに、 従来のロボットアニメになかった要素ということで、追加アーマーとミサイルポットを装備した、アーマードバルキリーがデザインされた。また、VF-1 は F-14 と似ているため、独自の形状の機体を作りたいということから、スーパーバルキリーがデザインされた。アーマードバルキリーでは、変形ができなくなったため、その反省から、スーパーバルキリーでは、変形機構を阻害しないよう、 デザインされている。これらの追加パーツは、タカトクトイスからバルキリーの可変トイの試作品が届いた段階で、川森が発泡スチロールを用いて作成することにより、実現した。ゼントラーディ軍との第一次聖艦対戦において、活躍する地球統合軍、後の新統合軍の主力可変戦闘機、航空機型のファイター、鳥型のガ多ウーク、 人型のバトロイドの3形態に変形する VF シリーズの初代量産機であり、優れた汎用性と発展性から傑作機として高く評価されている。外観は20世紀後半に配備された艦上戦闘機 F-14 トムキャットに似ているが、バトロイド形態の全高12.68メートルに合わせて設定されたため、ファイター形態時の全長もデザイン元となった。 F-14?19.1 メートルより5メートル近く短縮されている。F-14 と同じく主翼には速度に応じて最適の要項比を得られる可変翼を採用。これはバトロイド形態時に飛弾面積を減らす利点もある。可変翼特有の空力重心の変化には、機体パネル、 バトロイド形態時の胸部上のスリットから境界走流を吸い込むことで調整を行う。水力変更二次元ノズルで上下方向の軌道制御を行うため水平尾翼は不要となった。機種は宇宙空間での生存率向上を図り胴体から分離しサバイビングセルとして機能する。分離したコックピットはガンポットのようにバトロイドの腕部に装着することが可能で ファイターやガーウォーク形態への変形にも支障なく、そのままの空輸送が可能となっている。腕部には小型の補助マニピュレーターが内蔵され、磁気や遊軍機の自動修理プログラムを備えている。手機の熱核反応タービンエンジン FF-2001 は VF 計画の全領域性能の根幹となる新技術であり、推進剤を熱核エンジンにより高熱圧縮して噴射するため、 空気が推進剤となる大気圏内では、理論上はほぼ無限とも言える、高属性能を可能にする。ただし、熱核反応剤の搭載量の限界があるため、約700時間とされている。一方、大気のない宇宙空間では、水素などを強制推進剤とするが、変形機構に機内容積を圧迫されたため搭載量は少なく、作戦行動時間は高軌道モードで、 1> 約1分、通常でも約10分と極めて短い。その他の機動装備として、ガオークバトロイド携帯時のハイブパックに、液体ロケットブースターを3機、機体各所に、姿勢制御スラスターを内蔵する。エンジン出力及び、空戦能力は、VF 計画発動当時の通常戦闘機レベルだが、新素材導入により、大気圏再突入も可能な耐熱性と、 機体強度を保持する。それでも、陸戦兵器としては、火力、走行の弱さとエンジンの大出力のアンバランスさが、運用面のネックとして疑問視されていた。航空機としては破格の強度だが陸戦兵器としては、脆弱、という VF-1 のこの対談防御性能は、長時空要塞マクロスオンエア当時の各種メディアでは、 公式設定として扱われており、アーマードバルキリーも防御力及び余剰出力問題の解決策であるとされていた。しかし、その後の続編で、バトロイド形態時には余剰水力を用いたエネルギー転換走行で格闘戦への備えが図られているという設定が後付けされ、VF-1 やその原木 VF-0 の走行前尺問題はなかったことにされており、 この問題が言及されることはなくなった。操縦系は、バトロイド形態とファイター、ガーウォーク形態とで系統が異なっている。ファイター、ガーウォーク形態は、従来の戦闘機に近い有志会コクピットで、メインコンソールは3つの全面モニターを備えた、グラスコクピットになっている。またガーウォーク形態用の腕武装作リップが設けられている。劇場版に登場する、 後期生産型では一面モニターとなり、他に照準や敵機シンボルなどが視界に直接三次元投影されているほか、バトロイド形態も加えてサイドスティックとスロットルレバーが腕部操作にも用いられる。一方バトロイド形態ではキャノピーが防弾、防熱カバーに覆われ、視界はすべて頭部カメラ映像のモニター表示に頼ることになる。コクピットが 機体前面の真正面に位置するため、格闘戦闘では生存性に難がある。なお、バトロイド形態における、パイロットの乗降、脱出の際は、頭部が前方に折れ曲がった後に、シートが競り上がるようになっている。バトロイド形態では、ほぼ人間と同様の動作が、可能で、ブリ隊幹に乗り込んだ、マクシミリアン・ジー・ナスキが、ゼントラーディ兵から奪った軍服を着て歩き回り、 そのままが多くに変形する場面がある。蒸気のほか、敵ミサイルの誘導を拡乱させて回避するためのフレアディスペンサーを備えている。なお、巨大異星人との資金戦闘を想定して、開発されたにもかかわらずバトロイド形態での白兵戦装備はないが、ガンポッドは装備段数が少ないにもかかわらず、再装填機構がなく、マニピュレータによる打撃武器としての使用も可能である。 変形操作はテレビ版と劇場版では異なる。テレビ版では B、G、F と書かれた携帯選択レバーを下げることでバトロイドが多くファイターに変形する。ただし、これでは変形を行うためにはコントロールスティックから手を離す必要があるという欠点があった。劇場版では一体型のコントロールスティックが変形操作も兼ねるようになっている。 コントロールスティックを直立させた状態では、バトロイドに、斜めの状態では、ガオークに、倒した状態で、ファイターに変形する。変形は全自動で行われ、各可動部の高速パルスアクチュエータが、熱核反応エンジンからのエネルギー伝導により、加減速 G や空気抵抗に逆らい機体各ブロックの移動、組み替えを行う。通常ファイターから、 バトロイドへの変形所要時間は約3秒。作中ではアクション演出によりほぼ瞬間的0.5秒以下に変形するように描写されている。その一連の変形プロセスは以下の通り、後継機に比べ VF-1 の変形プロセスは洗練されておらず、所要時間も戦場において実践的とは言い難い。しかし、用法次第ではドッグファイト戦術に 新たな可能性が明けることが、歴戦のエースパイロットたちによって証明されている。ファイターガウオークから、バトロイドへの変形時の脚部移動は、設定通りに再現すればいわゆる、組み替え変形になるが、独自解釈により取り外すことなく変形できる玩具も、多い。1999年、地球に落下した、宇宙戦艦、後の SDF-1 マクロスから、 身長10メートル強の巨大異星人の存在が判明する。オーバーテクノロジー、オットームを用いた対抗兵器の一つとして、空軍、海軍、海兵隊は高機動力と格闘能力を兼ね備える、全領域可変戦闘機イコール VF、ベリアブルファイター計画を発動した。艦隊防空、地上支援、特殊任務など、あらゆる用途を検討した結果、航空機と、 人型ロボットを融合する奇抜なコンセプトが創出された。航空メーカーのストーンウェル社とベルコム社の共同による本機の設計チームは陸軍系のデストロイドよりも早く2001年2月に結成されたが前代未聞の新兵器であるために開発は難航した。動力系の新中州重工と陸軍系のセンチネンタル社の協力で2007年2月に試作機。 VFX1 が初飛行を迎える。当初、変形モードはファイターとバトロイドの二つで、が多くは変形中に無防備になることを防ぐための V トール着陸用の形態として想定されていたが、テスト中に偶然ホバリングによる陸上での高速移動と優れた安定性によるパイロットの負担軽減という有用性が見出され、急遽機体設計に盛り込まれることになった。 2008年7月には、マヤン島沖のプロトカルチャー遺跡争奪戦において、従来型エンジンを装備した、先行量産機、VF-0 フェニックスが、実戦投入され、反統合同盟側の可変戦闘機 SV-51 と交戦し、その実戦データは、VF-1 の開発にも大きく貢献することとなる。なお、熱核エンジンの小型化が最も遅れたため、 VF-0 では通常のジェットエンジンで代用されている。正式採用型 VF-1 のロールアウトは2008年11月、マクロス新中式のわずか4ヶ月前だった。生産1号機にはデモカラーが施され、統合軍の新型戦闘機として発表されたが、当初は人型に変形することは公表されなかった。1号機は、その後、頭部やエンジンを交換し、 S 型の1号機となった。オーバーテクノロジーによる超高性能ゆえ、1機あたりデストロイド20機分という陸上兵器としては、問題外の超高価格となったが、航空兵器の範疇で見れば、さほど常識外とは言えないために、量産の妨げとはならず、マクロス進駐まで2000機以上が実戦配備された。むしろ、在来機からの機種転換が課題となり、 バトロイド形態の操縦に戸惑うパイロットたちが多かった。作品世界での設定では2007年から2009年にかけてストンウェル、ストンウェルとベルコム、ベルコムが合併しストンウェル、ベルコム、ストンウェルベルコムとして本機の開発を推進したとされている。ストンウェル、ベルコムと新中州重工の航空機部門が合併したことで2012年には 新生インダストリーが誕生したとされており、第一次生還大戦後は、同社が VF-1 の製造、改良を行ったと設定されている。また、上記の企業の名称は、現実世界に、かつて実在した下記の企業、あるいは現に存在している、企業名をもじったものである。2009年2月、第一次生還大戦が勃発すると、 SDF-1 マクロスには、フォールド事故に巻き込まれた、攻撃空母、プロメテウス所属の航空部隊が配備される。主に防空迎撃任務につき、一条、輝き、ロイホッカー、マクシミリアンジーナスといったパイロットの活躍で、マクロス捕獲を図る、敵艦隊や機動兵器の襲来を退りける。対戦末期には、宇宙専用の追加パーツを装備したスーパーバルキリーが、 投入され、最終決戦の臨民名作戦では、反応弾による対艦一斉攻撃で多大なる戦果を上げる。戦後は、新統合軍下で治安維持活動などに従事。主力機の座を VF-4 ライトニング E に譲り2015年に生産終了となるが、VF-4 が大気圏内領域を苦手としていたこともあって10年以上現役機として運用される。 2020年以降は、退役が進み、民間へ払い下げられスポーツレジャー用とされた例も、多いが、アップデートにより2060年代まで配備されている、機体もある。また、VF-4 や、VF-5000 スターミラージュなどの後継機も、VF-1 の基本設計をベースに開発され、汎用機という思想も正当な後継機。 VF-11 サンダーボルトに受け継がれることになる。50年後、AVF 次世代可変戦闘機計画以降の高性能機が現れる頃になっても、VF-1 は最も愛された機体として、抜群の知名度を持ち、愛称のバルキリーは、VF シリーズの代名詞として一般に定着している。基本設計を同じにし、カラーリングや頭部の違いで、 キャラクターごとの登場機体の個性を出すという手法で、いくつかの派生型、バリエーションが設定された。劇場版制作時には、細部の設定をリニューアルしており、後に生産ブロックの違いという設定が付け足された。マクロス真中に、舞台配備が間に合うよう各社で、並行生産されたため、同じ生産時期、ブロックでも使用に相違がある。 主にブロック1から4までの初期型とブロック5以降の改良型に対別され、ブロック5以降は大気圏外戦闘を主目的としてアビオニクス及びコックピットの大幅改造が行われている。ブロック4までの変形レバーは操縦系とは別個に設置されており、一瞬とはいえ戦闘中の変形にタイムロスを発生させる要因となっていた。ブロック5以降の改良型の操縦系は、 変形モードが、スロットのレバーと統合され、容易に瞬時の選択が可能となり、キャノピー内面に識別表示が立体投影される。また、機体を活用して練習用、偵察用などの派生型も生まれている。劇場の大スクリーンでの鑑賞に耐えるように、ディテールアップされている。コックピットの設定も変更されている。指が角張ったものになっており、タッチセンサーが設置されている。 ビキモトハルヒコによる漫画、長時空要塞、マクロス・ザ・ファーストでは、テレビ版と劇場版の設定を踏まえつつ、設定のリニューアルがなされている。なお、どの方もコクピットは、劇場版と同様のデザインになっている。2040年が、舞台の OVA 及び劇場版、マクロスプラスでは、VF-11 サンダーボルトなどの後継機が登場し、VF-1 は、 体役が進んでいる。同作品では、標的機として使用される機体として登場する。2045年を舞台とする、テレビアニメ、マクロス7においても後継機の VF-11 が、軍の主力となっており、VF-1 は、主に民間への払い下げ品として登場する。マクロス30銀河をつなぐ、歌声の舞台となる辺境の移民惑星ウロボロスでは、 移動や作業用に民間の VF が多数流通している。一方で、これらを悪用するバンデットと呼ばれるものが後を絶たず、新統合軍や SMS の他にも、ライセンスを付与されたハンターと呼ばれる自衛組織も VF を使用している。2060年、惑星の各地に存在するプロトカルチャー遺跡の異変により様々な時代からバルキリーが召喚される。その他、 惑星ウロボロスの SMS 死者には、プロトカルチャーの工場衛星があり、設計図とパーツがあれば、歴代の VF を開発、生産できるようになっている。オプションパックとして、スーパーパック、ストライクパック、ダブルストライクパックが登場する。西暦2067年を舞台とする、マクロスデルタに登場。VF-1 は運用の柔軟性を広げた結果、 作戦ごとの要求性能を満たさない点が課題となった。このため、開発当初から脱着、使い捨て式のサブシステムが計画され、新中秋重工によって開発された。これらの追加装備を受け、VF-1 は、真のマルチロールファイターとして評価されるに至った。ファーストパックとは、原用戦闘機 F-15 の、根マル式燃料タンク。 カンフォーマルフュエルタンクの別名で、ファーストとは、英語で、フュエルセンサータクティカルの略で、燃料、および戦術センサーを意味する。従来型航空機の燃料を宇宙空間で必要となる推進剤、プロペラント、プリペルントに置き換え、追加装備の印象から、劇中追加装備の命名として引用したものである。スーパーパーツ、または、スーパーパックとも呼ばれる。 キャラクター商品としてもバリエーション展開が豊富で、高得ト,トイスの1、55変形玩具は、高額年層にも支持され、シリーズ累計100万セットを超える大ヒット商品となった。これらの魅力から、後続の長時空シリーズをはじめとする変形メカブームが起こり、ロボットアニメの主流である、日本サンライズ系作品においても、番組後半から飛行形態を持つ変形主役メカが登場する、 パターンが見られた、聖戦士ダンバインの、ビルバイン、重戦機、エルガイムのエルガイム MKE、機動戦士、ガンダムのガンダム。元バンダイデザイナーの野中剛氏は、高得の競合企業バンダイが1980年代、半ばに多用した、閉じた状態から開く変形パターンのガンについて、バルキリーからの影響を指摘している。21世紀に入り、 複雑なメカニックデザインが多くなってからも VF-1 の流麗なフォルムは人気を保ち、玩具、模型、ガレージキットなどで、プロポーションと変形の完全再現を目指した商品化が続いている。2000年には、スケールモデルの長谷川が、キャラクターモデル進出に際して、ファイター形態をキット化、後に、スーパーバルキリーに続きはトロイド形態もキット化された。日本国外においても、 ロボテックの登場メカとして人気があり、トーナメー社から各種商品が発売されている。2013年6月29日にはバンダイより可変とプロポーションを両立した VF-1 バルキリーのプラモデルが発売された。川森は最も10機に近い VF-1 とコメントしている。また、テレビ版や劇場版に登場しない。 オリジナルバリエーションも展開されている。以下、オリジナルのバリエーション機。なお、高得と椅子時代に、本商品のプロモーションとして、ルービックキューブの開発者である L のルービックが、河森付添いの下で、本商品第一弾である、VF-1J の市販商品の変形、ファイターから、バトロイドに挑んだものの、脚部変形以降へ進めなかった。以下、 本書の独自の派生型、オリジナルバリエーション。米国版、ロボテック、マクロスサーガ、では、VF-1 の改良型として、VF-1R が設定されている。テレビ版、第32話の1カットに作画ミスから、東部レーザー砲が3本にある A 型が登場するが、ロボテック版ではこれを、R 型と命名し、漫画には、ジャックアーチャー。 ジャック・アーチャーという独自のパイロットを登場させた。後に、トイナミ、トーナミ車から完全変形玩具も発売されている。改造母体は、VF-1A だが、VF-1J の電子装備を基本に、手法として、頭部中央に新設計の、ウェスティングハウスエレクトリック社製、粒子ビームパルスカノン砲を一門、副砲として、従前のマウザー車 RV-20。 対空レーザー砲2問を装備。なお、中央のパルスカノンのみ、自動追尾照準機能、オートトラッキングシステムで、パイロットの操作とは関係なく独立して稼働し、レーダーに入ってくる敵機、またはミサイルを自動補足可能。2003年に刊行された、ワイルドストーム、シャバンの漫画、星海から、では、反乱ゼントラーディ人の待ち伏せ攻撃で危機に陥った、ウルフ飛行小隊。 ウルフパック、ジャックアーチャーの指揮官機として登場し、リックハンター、一条、輝きに相当の VFX4、あるいは VFX-4、VF-4 のプロトタイプ機に救われる。1984年より、ハズぶロ社の玩具展開で始まった、トランスフォーマーシリーズのラインナップとして、 タカトクトイス製の VF-1S の金型を流用したジェットファイヤーという名のキャラクターがごく短期間ながら日本国外のみで販売されていた。このジェットファイヤーはアニメ版、戦え。超ロボット生命体トランスフォーマーにも航空防衛戦士、スカイファイヤー、日本国外でもアニメ版ではスコヨーファイヤーに変更されているの名で登場するが、 デザインは頭部を中心に大きく変更されており、作中での登場期間も短い。登場の経緯などは、スカイファイヤーの項目を参照。日本でのトランスフォーマーの玩具は一部を除いて、ほとんどが宝製であり、はずびろが販売していたものの宝製でない、スカイファイヤーは日本で販売されなかったが、後のシリーズで同名キャラクターの登場やリメイクは続いており、2008年より、 展開されたガングシリーズ、変形。変形。トランスフォーマーにもアニメ版準拠のデザインでラインナップされている。このガングには、バルキリーの頭部をイメージしたバトルヘルメットが付属しているが、ガオークへの変形はできない、強引に近い形態にすることはできる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。